今日もつましょう。ミスターブシの戦国漫心。本日は鎌倉殿の十三人登場人物解説。藤原秀和へこの人ただものじゃない。さあ、えー、今回は藤原秀和のお話をしていきたいと思います。いやこの人ね、元兵活戦の時に欧州で大きな力を持ちながら動くことはなかったということで。 えー、あまりね詳しくこの人のことを知らないという方も多いかもしれませんので、まあ、藤原秀衡が源平合戦の時どのようなことをね考えていたのか、まあ、実際には本当に何考えてたかってね我々には分からないんですが、まあ、資料などを見ながら、まあ、こういうことを考えていたんじゃないかなとかね、まあ、こういうことをしていたんだっていうねまあ、資料をもとにこうお話しさせていただこうと思います。 ちなみにですねこちら欧州藤原氏のルーツについてはですね別で一本動画出していますのでこの藤原秀平がどのようにして欧州で力を持つようになったかというところはですねそちらの動画を見ていただければこちらの方もねすんなり入ってくるかと思いますので合わせて見ていただきたいなというふうに思いますそれでは行きましょう藤原秀平の解説でございますさあまずですねこの欧州藤原氏を率いる藤原秀平源平合戦まさにその頼朝と平野清盛途中で死んじゃいますけどね平家この頼朝と平家が戦っている間何をしていたのか ねいうお話でございます。まずですね。頼朝が拒兵した後、平家は頼朝の討伐をですね。この藤原の秀衡に依頼しています。欧州の方から鎌倉の頼朝を攻撃してくれってことをね。言ってるわけですね。はい、で、その時藤原の秀平はまあ、実は兵を動かしているんですけどもまあ、すぐにですね。頼朝を攻撃するわけではなく、兵を南下させて合図を占領してるんですね。でも、この合図の占領っていうのは頼朝に対する攻撃ではなくて、むしろ一緒に頼朝を攻める予定だった。 まあ同盟者といってもねいいかもしれませんけどね平家から命令されて、まあ、一緒に頼朝を攻撃する予定だった越後の城長持が木曽義仲に攻撃されて、まあ、逃げていった先の場所だったんですね。なので本来なら助け合わなきゃいけない城長持をあえて攻撃してしかももう義仲に敗れてボロボロになってるねもう死にたいの状態の城長持を攻撃して合図を奪っちゃう占領しちゃうっていうことをやってるんですね。な、まあ、なかなか,下かですよね頼攻撃しろっってててて言われるののにあえて、ね、こう弱ってる味方の 場所を横取りして、この自分のね支配域領地を広げるっていうようなことをやってるんですよね。結構下高なことをしています。でもやっぱ平家はですね、この藤原秀和の戦力をめちゃめちゃ当てにしてますので、まあそんな結構好き勝手なことをやってるにもかかわらず、平家はこの藤原秀和を六つの神に認冠してるんですね。まあこれは欧州藤原氏の 悲願と言ってももいいかもしれません、ね、この藤原氏の奥州藤原氏のルーツの中でも話しましたけどもこの奥州藤原氏は力を持っているからこそ奥州を支配したいんだけどもまあオフィシャルにはその支配者っていうのは今日から派遣されてきた貴族たちが陸の神としてねいろいろ政治のてっぺんをやっちゃうから自分たちが思うようにできないっていうところでいろいろとこうあつやね、まあ、対立が生まれていたっていう話はねその動画でもしましたけども、まあ、そういうことがあったんですけどももうついにオフィシャルに平家の方から陸の神ってね六で。 一番偉い人に任官、ね、されてもうだから明日ともにこの欧州の覇者トップになったわけですね。でさらに鎮守府将軍っていうねもうこの欧州の軍を率いて治安を守るっていう将軍にも再任されています。まあ、これは一度ね藤原秀衡が1170年ですから頼朝が強兵する10年ぐらい前にもこの欧州藤原氏のね、まあ、力を恐れてと言いますかね平家が藤原秀衡に忖度して一回ね鎮守府将軍に 任任命しててるんんでですすけども、まあ、その任期が終わっていたんですがまたま再鎮守府将軍にも任命して政治的にも六の神として欧州を支配していいし軍も,もう自由に動かしてくださいと、ね、だからもう欧州の支配をほぼもう平家の方から認められるという形になったわけですね、まあ、これは、えー、欧州藤原氏の悲願でしたから藤原秀衡にとってもですねいやかなりラッキーとね思ったんじゃないですかねこれはチャンスだと。でそしていよいよよこ,こからですね、まあ、欧州の もうね明日ともに王子の覇者になったわけですからあとは平家の依頼通りですね頼朝を攻撃すればよかったんですがここで、えー、藤原秀平はすぐには動かないんですよねまあ、ただ頼朝に対して敵対する動きは見せています、えー、箱根山の神社に心臓をね寄進したりとかして にに勝てててますすようにっていうっっいことをねねやってるわけです、ね、しかも箱根山の神社っていうのは坂東の武士たちからも非常にね厚い信仰を受けている神社ですから、まあ、そんなところにね自分がこの、えー、心臓とかを寄進して頼朝に勝てますようにってやるわけですから、まあ、これは、えー、坂東武士たちにとっても挑発みたいなね、えー、ことになるわけですよ。なので、えー、藤原秀平はそういうことをしながら、まあ、軍は動かさないんだけども頼朝を挑発するようなねもういつでもやっちゃいますよっていう動きは見せてたわけですねでそれにに対してても今は西で平家と戦っていますから欧州にね。 軍を出すすってことははでできませんししかも北関東の方にはですね佐竹氏っていうね一度頼朝を戦って敗れた後にこの王州藤原氏の方を頼ってる人たちとかもいますので、まあ、簡単にはこう軍を動かせないとねそういう状況にあったので全面戦争には突入してないんだけど江ノ島弁財天の方にあの、ね、ドラマの中でもあったように門学とかねあの禅城とかを、ね、送ってですね長刻の儀をしたわけですよね。 え藤原秀平が、ね、病気で倒れますようにみたいなねことをやってたわけですよねでドラマの中でもねゲンダーンゲンダーンって、ね、やってましたけどねああいうことをやってたわけですなので水面下で争いはあったわけですよねはい。で元々は藤原秀平といえばですね義経をかくまってくれてたわけですよねでしかも義経を送り出してねりとに合流させたりとかしてるわけですからいや味方になってくれてもいいじゃんって思うんですけどもただ藤原秀平はここでねよりには味方せずに 対立するっていう、ね、態度を、ね、変えなかったんですよね、はい、なぜ藤原秀平がここで動かなかったのかっていうねいろいろ言われてるんですけども、まあ、一説にはこれ天下三分の、K、を考えていたんじゃないかともね三国志が、ね、好きな方だったら聞いたことあるかもしれませんけど魏魏諸のね三つの国で天下を三分するっていうね諸葛亮孔明の計略がありますけども、まあ、それと同じようにですね欧州の藤原氏鎌倉の頼朝そして西の平家みたいなねそんな感じでこう天下を三分に分けるっていう。 でえー、戦力のこうバランスの、ね、均衡を保ちつつそれぞれがそれぞれを収めていくっていうね、まあ、そういうことを考えていたんじゃないかとわれます言われます、まあ、それに、えー、藤原秀衡自身もですね、まあ、この欧州の覇者になったとはいえまだですねやっぱり藤原秀衡に、まあ、心から付き従おうと、ね、思ってない人たちも結構いたみたいなんですよねその在地の勢力たちも。え何だよとお前らもただの,、ね、の田舎の成り上がりも者じゃねえかってね。 だから当時は騎手っていうのはね、まあ、非常にありがたがられますから、まあ、貴族だったりとかね、えー、そういう血筋のいい方たちが来てでそれに支配されるんだったらね、まあ、納得できるけど出自もよく分からんねこの欧州のね藤原氏とかいうのがなんかいくら平家から認められたとはいえ全部ちょっと従うのはちょっとなみたいな、ね、いつ欧州の中でもこう藤原秀衡に対してね反乱をする勢力が現れるかって分、ね、からない状態だったんですよね。 実際にその城長持っていうのも木曽義長を戦って負けてますけど、まあ、そこはこの城長持の将軍としての資質がねなかったっていうよりはやっぱりその正式に、えー、このねやっぱあの血筋がめちゃめちゃいいわけではないですから自称はしてるんだけどね自称はしてるんだけども京の方からこう送られてきた派遣されてきたっていうね、えー、人じゃなくてもともとその地元にもう根付いちゃってる人たちだからそんな人たちに従いたくないよっていう人たちが結構いたせいで、えー、このね木曽義長が勝てなかったとも言われてるんですよ。 まあ木曽義仲はね山猿だとかなんだかんで言われてますけどもともとやっぱ源氏の血筋っていうのがねもうオフィシャルに言われてますからそれと比べるとちょっとね城長持も一応こう兵士のね血を引いてるってことをまあ自称してるんですけどもまあやっぱ信頼感がなかったのかねあんまり付き従ってくれなかったんですよ。それと同じように奥州藤原氏っていうのも成り上がりの一族なのであまりこうえその在地の武士たちとかねからあまり信頼されていなかったというふうに言われてますま。そういうういいことともあっっったののでこうやっぱ全面戦争に突入するっていうのはちょっと分が悪 戦力を均衡させることで、ね、天下を三分することで、まあ、自分たちこの欧州藤原氏の念願であるねこの欧州を支配していくってことができれば、まあ、それでいいと思っていたのかもしれません、まあ、だからね、えー、具体的に軍を動かすということはなかったわけですしかし、えー、このね天下三分の刑というのは義経の没落によって、えー、破綻してしまうことになるわけですね、はい、頼朝の大官である義経が木曽義仲それから平家をですね瞬く間に滅ぼしてしまってでその後 今日の貴族たち、まあ、特にね後白河法に気に入られて、まあ、そこでえ勢力を築いたというところまで良かったんですね。だからそれまでの平家と義経が成り代わって西の義経で坂東の。 鎌倉の頼朝で奥州の藤原氏っていうね。いう風になればよかったんですが、まあ、ここで義経が頼朝の対立して挙兵した後にですね。あっという間に没落してしまった子で。頃、ま、で、あ、藤原秀衡はもうこの天下3分の k はもう成り立たないぞというところでまあ、相当ショックを受けたみたいで、この義経が没落したタイミングで出家してるんですよね。まあ、この藤原秀衡の出家の理由っていうのはね。まあ,あの資料には残ってないんですけどね。 私はこういう気持ちがあったので出家しますとはわざわざ書き残してないので、まあ、わからないんですが、まあ、状況的にはおそらく義経が没落してしまったことでもう自分がそれまで思い描いていた天下三分の計がね成り立たなくなってしまったので、まあ、それにショックを受けてまあ出家したんじゃないかというふうにも言われていますさあこうして、えー、天下三分の計がね失敗に終わった秀平ですけどもまあその後もですね、まあ、鎌倉とも全面戦争には突入しないわけですね、まあ、義経はこの平泉をね 藤原秀衡を頼って帰ってくることになりますけども、まあ、そこから頼朝と、ね、全面戦争するぞというふうにはまだこの時点にならないんですねで頼朝の方もまだですね武力によって解決しようとはしてないんですね一旦秀平に対しては友好を結ぼうということを、ね、言ってるわけですただし条件は出していますその条件っていうのはそれまでですね平泉の方から京にはですねこの馬とか砂金とかねそういうものをこう献上するっていうことがあったわけですね、まあ、これはあのルーツの動画でも藤原氏のねルーツの話でもしましたけども欧州藤原氏はそれでね 今日に直接見継ぎ物をすることで、まあその正当性みたいなのを保とうとしていたってところありますので、まあそれをよりと封じ込めていたんですね。その見継ぎ物っていうのを一旦鎌倉に送るようにと、鎌倉の方に預けてもらって、朝廷の方に送りますと。 ここれは事実上頼朝が欧州を支配下にに置くとということにもなりますなので、えー、藤原氏にとってはね我々はもう欧州で独立するんだってことを考えてたわけですからここでね頼朝の下についてねでもその頼朝に一回全部砂金、ね、とかね馬とか送っちゃったらそれはもう頼朝の手柄になっちゃいますからね京に行った時には。なので貢、まあ、ぎ申するメリットはなくなっちゃうんだけど、まあ、でもここでこう、ね、頼朝の条件を無下にすると、えー、戦になってしまうのでここは、えー、藤原秀平も、えー、名より実を取る、ねえー、ここでもう その欧州の支配者欧州の覇者というねそういう,もう名はなくなってしまいますけどもここは全面戦争を避けるために欧州の平和を守るためにもう頼朝の条件を飲んでですね分かりましたと平泉から送る貢ぎ物は全て一旦鎌倉に預けることにしますとなってこの義経が秀衡のところに逃げてきた時点ではですねまだ戦をするという、ね、状況にはなりませんでしたしかしですねこの後一転して欧州とですねこの鎌倉は戦争に発展していくことになりますそのね詳しい内容もお話し,していきたいと思います さあ、一時は頼朝の有効の条件を飲んでですね。え、すべて貢物は一旦鎌倉に預けますよということをやって、まあ、事実上、頼朝の支配下に、入ることを認めた秀衡でしたが、水面下では義経を擁立して、鎌倉とね、全面的にこう戦おうということも考えていたみたいです。義経を擁立した独立国家をですね、作ろうとしていたというふうに言われています。この時ですね、もう義経は罪人になっていますので、まあ、今日の方からもですね、この平泉。 の方逃げていたという情報は入っていましたので、この義経を捕まえるために今日の方から使者が、出ているんですね。で、こう、藤原秀衡に対して、え、義経を匿っているんじゃないのかとね、こう尋問するわけですよね。で、義経を差し出せってことを言いに行くわけですけども、まあ、それをのらりくらりとかわすんですよね。いや、義経なんて別に匿ってないよ知らないよ、どこにいるかわからないよとね、のらりくらりとかわすんですけども、ただ、この時にですね、この今日の使者に紛れてですね、鎌倉の、密偵が、入っていたらしいんですよね。で、この平泉の中をですね、こう密偵がいろ,いろ調べた結果ですね。 藤原の秀衡は義経を擁立して鎌倉と戦おうとしているってことね。発覚するわけでございます。まあ、それまで決して鎌倉と全面的な戦いをしようとしなかった秀衡が、まあ、なぜ義経を擁立して戦おうかとしたのか。ね、ちゃんと理由がありまして、これは義経を。 新たたなな力とととしててかかり期待できる存在思思っていいらだと思います前半でも少し話しましたが城長持がね擁立する人は誰もいなかったせいで正当性がなくて在地の武士たちが従ってくれなくて負けちゃったみたいな話をしましたけど、まあ、そういうこともあってなかなかねこの王州藤原氏は動けなかったんですが今回はついに義経が来ましたから義経を錦の御旗というかねみこしに担いでやればですね自分についてきてくれる兵士も増えるだろうということで義経を新たな求心力にしようとこれなら戦えると。 いう,ふうに秀もも思ったのかもしれませんやっぱりこうねこの時代、まあ、どこもそうですけどもやっぱりそういう機種と猛者っていうね考え方があるみたいなんですけども、まあ、機種って言われるのは、まあ、別にねその自分が実際の実力みたいなものはなくても血筋がいいっていうだけで周りが擁立してくれる人たちですね頼朝だって最初はただの流人でしたからね罪人として伊豆に流されてきていたのを血筋がいいからねこう担げるぞっていうことで北条、まあ、とかねいろんな人たちが力を貸してくれたことで まあ大きい力を持つようになったわけですよね。木曽義仲もそうですよね。もともと武蔵の国の方で戦いに敗れてで落ち延びてきた赤ん坊でその義仲自身は別に、ね、自分の土地とか、えー、兵士とか持ってなかったんだけど周りの人たちがこう源氏の騎手だからっていうことでいろいろとね力を貸してくれて兵権と戦っていったってことがあったわけですね。まあこんなふうにこの時はこう騎手を担いでこのね周りのモサと言われるその血筋的にはまあ大きな正当性はないんだけども実際にこう 兵士とか、ね、軍隊を持っている力のある人たちっていうのがこう力を合わせて敵を戦っていくっていうことがよくあったんですねそれと同じ構造がこの義経が来たことで欧州でできるわけですよそれまではね他に騎手がいなかったのでこういうことはできなかったんだけど義経が来たことによって義経を見越しに担いでですねついに戦うことができるぞというところで秀衡も決心したのかもしれませんそしてこの情報がこの鎌倉の密偵によってバレてしまうことになるわけですね。はい でこのまま行ったらですねこの奥州と鎌倉の全面戦争は避けられないぞというところになっていたんでございますけども、えー、その戦いの始まる前にですね秀衡は病死してしまうことになりますそして死ぬ前にとんでもない遺言を残すことになります、まあ、この時秀衡の息子たちですね国平と安平に秀衡はですね義経を大将軍として軍事政権を作れっていうことをね遺言していくんですね。はい、義経を将軍にしろっって言ったわけです。 これは先ほど言った通り、義経を担いで、そしてそれをですね、兄弟二人で支えて、鎌倉に対抗するんだということを言ったみたいです。はい、これはね、もう、このまま欧州の本として、でも、いつか、ね、もうすでに、現時点では事実上、よりとも支配下に入ってしまいましたから。この欧州、藤原氏の欧州での独立っていうね、夢がなくなってしまいますので。 それを叶えるためにももうここは頼朝とも戦うしかないというところで自分の息子たちに後を託したわけですね義経を将軍にしてそうすれば義経の求心力で兵も集まるだろうから鎌倉と戦えるはずだということで義経を大将軍にして一緒に力を合わせて戦うんだというわけですただですねこの時この国平と安平の兄弟の間では確執があったのでそれも解決しなきゃいけなかったのでとんでもない遺言を残すことになりますそれはですねここのの国平平と安平この二人を 親子にしてしまうというまあ、ものすごいウルトラシーンな作戦を思いつくんですねこの発想がまじぶっ飛んでていやーちょっと藤原秀里はたわもじゃないなというふうに思うんですけどもまあこの時ですねこの弟の安平の方が着難後を継ぐというふうに見られていました まあこれは安平のの方ががお母さんの身分が高いからですね、まあ、これは頼朝も三男だけど嫡男として扱われたよっていう話をね今までもいろいろしてきてますけどもそれと同じようにやっぱり母親の身分っていうのはすごく大きいわけですね。安平は兄の国平よりもね、まあ、もちろん後から生まれてるんだけどお母さんが別でしかもそのお母さんがまあ今日からね使わされてきた貴族のね娘だったので母親の身分が高いということで後継ぎに決められていたわけです。ただ兄のの国平の方は おお母さんの身分はですねおそらく佐藤一族っていうね義経の四天王の中にもいましたけどもあの佐藤一族の中の娘というふうに、まあ、娘なんじゃないかというふうに言われてるんですが母の身分は低いんだけども武勇の誉れが高くてですねしかもお兄ちゃんだからこの安平とね対抗する存在になるだろうと思われててしかもこれまでもね王子藤原氏っていうのは、まあ、兄弟で争いに争いがあって今のね秀衡までつながっていますのでまあこれは間違いなく後継者争いでね戦が起こってしまうだろうということが予想できたので、まあ、そんなことしてたら ににねねあっといいう間に負けてしまいますから、ね、これから頼朝と戦わなきゃいけないっていう時に内部争いしてたら、ね、鎌倉にあっという間に飲み込まれてしまうので、まあ、そうならないようにこの兄弟が争わなくて済むように兄弟を親子にするっていうことをやったんですね。いやもうどういうことやねんと。いや兄弟を親子にするはもう全然意味が分かりませんって感じなんですけども、えー、これすごいんですね秀衡が自分の妻、えー、5歳ですねすなわち安平のお母さんです。安平のお母さんと兄国平を結婚させるっていう。 めちゃくちゃゃくなことすするわけですよいやーちょっとこれはねどんな泥ドのロドロ展開なのと思いますけどね、まあ、まあ腹違いの兄弟なので、えー、もちろんそのこのね、えー、安平のお母さんと国平時代は血はつながってないんですけど、まあ、ここを結婚させることで国平平を安平の親ということにししたらいいんですよいやーちょっと考えられないですけどね自分の息子と「よしこれから俺のね、あのー、新しい2番目の嫁さんとお前結婚しよう」言われたらちょっと嫌ですよね。えー いや今まであの一応義理のお母さんだと思ってたんですけど義理のお母さんと結婚ですかっていやなんかまあでもそういうなんかねちょっとあるかもしれないけどねこう作,作品だったらね作品だったらあるかもしれないけどこれ実際やってるわけですね。父と子ねこのね養子関係でも父と子の絆っていうのは当時はすごく大事にされてましたからね子供が親に反抗するというのは絶対ありえないしね親もまあこうね大事に思いますからまあこの親子関係にすることで兄弟の争いをなくそうということをやったわけです。でこれをこの兄弟承諾して ね、この5歳のさこの奥さんもどんな気持ちだったんだろうね今まで義理の息子と思ってた国平さんと私結婚するんですか多分言われた時将棋だったんじゃないかと思うんですけども、まあ、こうすることによってとりあえずひとまずは兄弟を仲直るというかね争わないようにしてそして2人で義経を将軍として支えて平のの軍事政権というものを誕生させましたこれで俺が死んだ後は頼朝と,と戦うんじゃって言って秀衡は死んでいくことになります。 しかしですね、この秀平の遺言はですね、康平に守られることがなく、吉田はね、皆さんのご存知の通り、安平に打たれてしまうということになってしまうんですが、今回は秀平のお話ですので、ここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。何かわからないことや質問などがございましたら、コメント欄の方にお願いいたします。いやー、しかしね、この人物もすごい人ですね。まあ、かなり慎重に慎重に、本当にこの欧州を守るということを、ね、第一に考えて、 行動していた人物なのかなというふうに思います。しかも最後ね、もしもう少し長生きしていれば、えー、秀吉とね義経がタッグを組んでよりとと全面戦争っていうこともねあったかもしれないんですが、まあ本当にね歴史というのは面白いですね。まあ、ここぞというタイミングで病死してしまったということになります。はい、もし長生きしていたら歴史は大きく変わっていたかもしれませんね。 さあそしてこのね義経が安平に討ちられてしまうことになった詳しいねそのあたりの理由はまた別の動画でね一本義経の最後としてねお話ししたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ